まず1個目な、足は気にせんで、まっすぐ指を下に下ろして、で強調するのは小指と小指つけてって伸びて、これは基本、これ基本な。でその上で手を指先を真下に、そうするとボールは止まるやな。でもう1個な、指先を前に、そうするとボールが上がってくる。この2種で、どっちが合ってて、どっちが間違ってるとかない、両方ともできた。で、その上で、例えばちょっと走ってこっちに来たやったら、膝がこっちに曲がるから、目的は、この膝でブロックを作っていいよ、抜けてもいいようにしましょう、ではないから、自然な動きで、左に来たら左足が出るから、で、しゃがんだら膝は曲がるから、そんなに考えなんでいいし、そもそも別にこうやって取れたら、これでいい、全然だからどっちでもいい。まずはじゃあ止める方が簡単やから、でこの時手を思いきなり下に線取ってなかったから急にこうやってまだ今この距離からじゃなくて遠くから打たれてる。で上でどっちもいけるとこから止めて、どんどんいってシュートが来たら面で止める。これだけ簡単やな。やってみよう。